はい、今回はキャンピングカーで家庭訪問。今日は新学期が始まって家庭訪問、小学校の家庭訪問の日です。我が家は小学3年生と小学6年生がいるので、今から1時間後、30分後ぐらいですかね、30分後ぐらいにまず次男の方の先生が来て、その30分後ぐらいに長男の方の先生が来る形になってます。で、今の家庭訪問って、家の中に入りません。僕たちが、子供の頃は家の中で対応してたんですけど、玄関で話をする形をとっています。これって、なんか、全国的にそうなのか、うちの学校が、なんか問題が起きてだったか忘れたんですけど、まあとにかくうちの学校は家庭訪問が玄関先で、受ける形になるので、もう毎年キャンピングカーを使って、家庭訪問を受けています。で、まあキャンピングカーを使ってって言ってもキャンピングカーの中に入れるわけじゃないんですけど、まあキャンピングカーの中入るんだったら家の中入るのも一緒なんで、そういうわけじゃないんですけど、玄関先で立ち話するよりは、まあ失礼のないようにキャンピングカーを活用している状態です。で、今からちょっとそれをお見せしようと思います。よいしょよいしょ。はい、こういう形で、サイドオーニング出して日よけして、アウトドアのテーブルと椅子で、ここで、応対するという形をとっています。はい、無事に、家庭訪問2件終了いたしました。キャンピングカーがあるとこういう使い方もできます。